はいどうもマモチです。よろしくお願いします。マイライフやっていきましょう。今現在の順位がこんな感じです。こんな感じ。なんやかんやでも残り100ゲーマー切ったんだね。よしやっていきますか。ドライブデートは、あ、ごめん。今回も難易度は、マイライフ、マイライフじゃねえや。パワフルで。難易度パワフルでやっていきます。ドライブデートはできないけど、遊びに中にドライブがあるらしいんだよね。それを教えてもらった。お、ドライブ R。やろう。ドライブに行くことにした。どこ走ってんだ、これ。あ！助手席に誰かいるぞ。飲み物置いてあるぞ。愛車で気軽に近場を流した。どこに住んでんの、生のち。はい、なんだ、ドライブスキルが上がると何かあるのか。よし、やっていきますか。チャンスはお任せ。どんなミッションだっけ。ごめん、データか。未だになれねえな。6打点を1試合に上げるか。残り5試合。よし、頑張りましょう。6打点か。なかなか難しそうだけど。女にモテる方法を教えてください。わかりません。俺もモテたい。俺、なんやかんやいろんな人と付き合ってきたけど、もう手当たり次第コクってるってだけだから、別に自分がモテてるとかそういうのではないですよ。あのね、学生さんはね、ちょっときついかもしんないけど、社会に出ちゃえば、振られたも、そいつと二度と会わなきゃいい話だから、もうバンバンコクっちゃうタイプ俺は。だから本当そうだな、暇な時に片っ端から電話して付き合ってくれとか、そういうことをやってた人、俺は。第9打ちました。これはいい当たり、入れば先制だ。伸びた、伸びていった。惜しいな。そう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 、俺ね、あの昨日あんま調子が良くなかったじゃん。で、前々回が比較的調子良くて、その前もあんま調子良くなくて、ファイターズリードで迎える3回です。なんでだべって考えたの。ちょっと分かっちゃった。今日調子いいから多分。もうカウントは2ボールノーストライク。ちょ、この打席終わったらまた喋る。これから3球目。もうカウント3ボールノーストライクです。第4球を投げました。打った、ファウルボール。第5球投げた、見送ってファウル。あのね、パワープロやる前にプロスピの企画、今ヤクルトのやつやってるじゃん。その後の企画を今ちょっと撮ってんだけど、現在の打率は4割5分。プロスピの後にやるとね、調子悪いと思う。投球これから2球目。で、俺今日プロスピやってないから多分調子いいんだよね。カウントワンボールワンボールと思うんだ。第4球を投げた、ストレート、空振り三振。そんなことないかもしれない。そんなことないかもしれないよ。第9見送ってボール。第2球投げた、打った、これはピッチャー返しね。なんやかんやマルチでしょ。よし、2点差で逃げ切りました。さて、今日どこまで撮ろうか。ちょっとカレンダー映すの忘れちゃったね。今カレンダー一回映すわ。はい、俺今日時間計って撮ってっから。だから昨日みたいなね、47分だっけ昨日の動画。フレグランスってそんなんなんだ。あ、そうなのか。プレゼントするもんだとばっか思ってた俺。まあ交流戦終わりまでは取るな、間違いなく。西武戦の途中とかぐらいまでかな。中途半端だね。試合でちょっとさ、発見した。資格をしたらこんなの出てきたわ。交流戦順位って見れないのかな。
球界全体の記録だな。記録だからな、順位じゃねえよな、わかんねえ。どこで交流戦住民だこれ。よし、やっていこう。はい、頑張りましょう。パワープロはピッチャー操作の方がおすすめですよ。そうなの？やったことないからな、わかんないけど。歴代で一番好きな選手誰ですか？歴代で喋れるほど野球の歴史を知らないけども、札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対中日ドーム。難しいな、宮西選手はやっぱ好きだけど新庄選手になるかもしれないな。野球を好きになったきっかけの人だからかな。第9投げた外角低めいっぱいストライク。よし来い。1球目ストライクから投げた、打ちました、どんまい。藤沼余裕があります。ファウル。あ、藤沼君ルーキーじゃないですか。第9投げました。俺さ今日調子いいって言ったけどね、いまいちかもしんねえわ。第2球投げました。関係ねえわ、プロスピとか。投げました。はい。ナイバッチ。ただなんかね、こう引っ張ったホームランがね減ってるんだよね自分の中では。ホームランを打つんだったら逆方向よりも引っ張った方が好きなの、なんか綺麗な感じがして。第3球は低め、外角ストライク。ちょっと早めに振ることを意識しようか。第4球を投げました。全然違うとこ振ってるよ。第9投げた、初球外れてもまずは様子を見ます。祖父江選手のカウンター2ボール。眉毛がすげえな。第3球を凛々しいな。もう完全なボール球、カウントは3ボールノーストライク。投げた、打ったくらい。よし、いった、一直線。すげえ飛んだね。ナイスホームラン。ナッチ。ファイターズ。どうも。さあ本日のヒーローは2名。もう彼女います。インタビューが始まります。そういえばコメントでさ、ちょっと待ってよ、今そのコメント探すわ。あ、これか。あやめちゃん、別れたらめんどくさかったと思います、うろ覚えですいませんたんだけど、別れるってことがあるの？それに驚きなんだよね。しかも別れたらめんどくさい女ってのがまたリアリティあってやだよね。じゃあデートしとこう。ご機嫌取っておかないとな。はい、マグツ様ですよ。公園にしよう、お金かかんなそうだし。はい、また今度ね。ちょっと北海道から出たいんだよな。北海道だとさ、高級ブランドショップがないじゃん。あ、ちょっと待って、なんかショッピングモールで買えるとかってコメントもあったな。ごめん、ちょっと待って、今コメント探してるから。高級ブランドショップはショッピングモールにありますよ。だっけ、高級ブランドショップっていうお店がなかったっけ。ないわ、なかったわ。あれか、なんか変なおばさん出てきたやつだっけ。レベルアップさせなきゃいけないのかな、お店を。混乱してきたな。うん、混乱してきた。そういえばさ、
ちょっとごめん、コメントとかと野球とか全然関係ない話なんだけどさ、昨日パソコンつけててね、寝る前にこう パソコンシャットダウンしようと思ったの。そしたらさ、シャットダウンの項目が消えててさ、びっくりしてさ、あれ消えたと思って、電源切れねえじゃんと思ってさ、まあその電源ボタンをポチッと押せば切れるけど、で Google でね検索したのよ、シャットダウン消えたって。そしたら Windows 7でなんか結構起こる症状らしくて、まあ俺 Windows 使ってないけどさ、スタートボタン右クリックでプロパティ開けばなんかまあいじれたんだけど、初球空振り、タイミング合いません。スタートボタンを右クリックすることってまずないよ。まあ結果的にはもうシャットダウンボタンもすぐに復活したんだけど、まあ何が原因でねそういう風になったとかっても分かんないけど、焦ったって話。まずは一塁牽制、タッチ。俺パソコンとかね全然詳しくねえからさ、もう一度一塁牽制球です。そういうこと起こるとすげえ困るんだよね。第1球投げました、外れた、ボール。初球様子を見てきました。第2球投げました、ボール。これも外します。エクセルとか本当意味わかんない。投球は3球目、投げました、スローカーブ、ボール。膝元外れます。カウントは3ボールノーストライク。落ちました。レフト方向へ持っていきましたが、見てもよかったな。カウント的には打ちたい気持ちが出すぎたな。第1球投げた、低め外れてボール。第2球投げた。この動画中に100打点は来そうだね。ボールノーストライクです。第3球は、あーごめん、1・2塁間へレイス掴んだ、岩田取ってアウト。追いつきそう、ファイターズ追いつこう追いつこう追いつこう。第9球ボール。いやー、祖父江の眉毛が気になってしょうがない。第2球投げた、打ちました、これはいい当たり、入れば同点だ。いったのか、ホームランか、入った入った。やだーっち、そのうち160出るんじゃないか、パワー上げていけば。終わらせねえよ、追いつくよ。第9投げた、初球外れても、ごめんちょっと待って、又吉ってそんなにスライダー曲がるの。第2球投げた、スライダー決まってストライク。第3球を投げました、3球目から。うわー、ちょっとこれは追い込んでから投げました、よかった。ストレートはボール、いいところですが外れています。カウントは2ボール、インコース空振り三振。ダメだったね。1点差に届かず敗れ、交流戦の優勝はどっかね。さて本日のヒーローは、おめでとう藤沼。本当に今日は大これで交流戦の日程は全部終了でしょ、全チーム。あ、わかんないか、雨天中止とかもあるからわかんないか。はい、ごめん、9試合連続打点か、3試合連続安打ね。あと30試合打ち続けましょう。はいはい、ヤクルトか、おめでとう。うん、ヤクルト優勝、ごめん間違えた。交流戦前のヤクルトの順位が知りたいな、わかんねえけど、横浜じわじわと追い上げられてるんじゃないか。これは本当に練習しねえプロ野球選手だな。仕方ない、練習しやっか。いやー、守備力も上げてえしな。なんかこう守備面でね迷惑かけてる気がするんだよ。今日なんかパワーも上げてしさ、そうだな、よし奥井練習しよう。もう奥井と合コンできなくなっちゃったからな。デート
いやなんかあれだよな、振られる別れることがあるって聞いたらな、ご機嫌取っとかないとな。水着にはならないのかい。はい、また今度ね。よっしゃい。いやー、まあ、のち4番になんねえかな。まあ、別に3番でもいいんだけどさ。プロスピとパワープロどっちが好きですか？難しいなー。同じ野球だけど、感覚としてその、野球のジャンルが違うっていうのかな。リアルを求めるんだったら、プロスピ。パワープロはこうなんかアニメチックというか、そういう感じに俺は受け止めてるから。北海道日本ハムファイターズ。ちょっと楽しみの種類、楽しみの種類が違うな。好きの種類が違うっていうか。第9投げました。打った。さあ来い。第2球投げました。スライダーボール。カウントはワンボールワンストライクです。第3球を投げました。はっ、よーれ。センターへグーン。ガツッと思ったからな。どうだろう、今日結構打ててんじゃねえかな。第9投げた。打った、強い当たり。いったべ。伸びていく。やばっち。ランナーたまんねえ。第9打点風現象、100打点いきました。第2球投げた。これは見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球はボール、インコース低め、膝元外れます。カウントは2ボール1ストライク。投げた、打った、これセンターへ、なんか真ん中に構えてるだけでよかったから楽だったね。ランナーたまんないでしょ。全然打点稼げんしょ。投げた、初球外れてボール。ここはよく選びました。塩見選手とは相性良さそう。投げた、投球はこれから3球目。いやー、ほんと失投ってむずいな。疲れてる。追い込んで第4球を投げました。打った、レフト方向へ持っていきました。あれだね、さすがにスローカーブばっか打ってたからストレートは振り遅れたね。見事なカップ勝利。どうも、あれだな、北海道から出てえな。あれを買いに来てんだよな、結婚指輪。おう、もう打点100か、早いな。はい、ぜひ行きましょう。はい、久々になんか選手と交流を深めた気がするな。北海道から出れるのいつ？わ、しばらくホーム。北海道ゴルフあったっけ？ゴルフも行きてえな。あ、OPS わかんねえって言ってそれの説明くれた方がいてありがとうございます。まあ今ちょっと動画中では長いから読まないけど、ありがとう、覚えとく。このままでは学校が決まりません。どうしましょう、助けてください。何の学校だろうな。高校か大学かでしょ、おそらくは。イーグルスの先発は右の、ワンアウトランナー一塁という場面で間の、どうしましょうか。第9初球カーブは空振り。どんなレベルで決まらないかによるよね。第2球投げました。行きたい学校がないのか。しかしこれは距離が出ない、レフトフライ掴みました。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。行きたい学校あっても成績が足りなくていけないのかとか、まあいろんな理由があっていけないと思うんだけど。第1球投げました。低め、フォークは外れてもわずかながら外れています。
第2球ストライク。まあ学校の先生だったり親なり一塁へ牽制球を送ります。タッチはセーフに助けてもらう感じなのかな。第4球を投げました。ボールカウンター2ボール2ストライク。第5球投げた。ボールバッターよく見ました。フルカウント。次が6球目。ああっと引っ掛けた。西村ボールを掴んだ。アウト。ツーアウトランナー二塁に。まあただあれだなと思うよ。今悩んでるのはいいんじゃないと思うよね。第9投げた。今しか悩めないことだから。それは初球ストライクから投げた。2球目ストライク。バッター追い込まれました。第3球は内角低め。ストレートは外れてボール。カウント1ボール。集中する。打つ。投げた。打った。ナイバッチ。破った。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。うえい。ナイスラン。同点。ファイターズ追いつき。ファイターズ第9ボール投げた。インロー際どい球。打つぞ打つぞ俺は。ですが外れています。カウンター2ボールノーストライク。3球目ストライク。第4球を投げました。そのチェンジアップ狙いやすいな。カウントは3ボール1ストライクです。第5球投げました。打ちました。くそ投球はこれから6球目。打ちました。長谷部取った。セーフ。よししました。学校決まらないどうしようか。しんどい問題だろうな。本当何かによるよね。高校大学でだいぶ変わってくるし。はい失敗ですね。はい10本 OK いいよ。それは多分いける。今どんぐらいだべ。今でも相当打ってると思うけどね。あと1本大丈夫です。ゴルフ場あったっけなかったっけ。あるね。ゴルフ場あるね。ゴルフ場行きましょうか。ゴルフ場。ゴルフシミュレーター。なんだこのクソつまんないやつは。もうちょっと人とやった方が面白そうだったな。試合、あ、休養しないと。頑張りましょう。学校か。行きたくねえんだったら行く意味ねえよ。ってことぐらいしか言えねえかな、俺は。そうだな。あんまり俺も学校行ってた人ではないから、勉強もしなかったし。何も言えない。何とも言えない。これに関しては何とも言えないわ。何とも言えないっす。ごめんね。バレンティの年間本塁打60本抜かしてください。任してください。北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルス9回戦の模様を。僕の想像でファイターズの先発は、僕想像でマノチさんがバイト先の先輩と一致してて、今日会話の中でマノチさんと呼んで変な空気雰囲気になりました。あ、まあ、言ってることは分かった。追う展開で迎える1回です。そのバイト先の先輩が自分の中では俺と一致してると。低めストライク。で、マノチさんって呼んじゃったってことね。投げました。ストレートはもう恥ずかしいね。内角低め。カウント1ボール1ストライク。恥ずかしいことしてんね。まあただ俺じゃないよ。俺バイトしないから。今現在バイトしないから俺ではない。これから4球目。流し打ちどうだ。さあ流し打ちと引っ張りどっちが好きですかっていうコメントが前回だったかな。投げました。あって、まあさっきも言ったけどホームランはね引っ張る方が好きなんだよね。
ヒットだったら流し打ちかな、すごく綺麗に見えるの、特に左バッターの流し打ち。今見せようか、申し子の俺が。綺麗な流し打ちってやつを初めて狙って流し打ちするかもしれない。第4球を投げた。低め、今までねただ振り遅れて流し打ちになってただけだから。第5球投げた。低め、やめるわ、普通に打つわ多分そのうち出るから、俺なら振り遅れて。第1球打ちました。ファルグランド、何も言えねえ。ファイターズ、この回はクリーンナップ。俺ヒット打ってなくない？ヒット打ってないじゃない。第9投げた。初球を取らないで。はい、ダイレクトでボール、見事な。いや本当すげえな、30何歩連続って。ごめんね、普通に飲み物なんだ。うるせえな、初級打ちぐらいでガタガタ言ってさ。はい、よし、何票集まったとかそういう票数も出してほしいね。1位に選ばれていた、休養しましょう。あ、仕方ない、練習しよう。いやパワー S まで持っていきたいな、時間かかるよな。梅雨真っただ中だが、梅雨真っただ中だが、なんか違うな、これ梅雨真っただ中だが、北海道は割と過ごしやすい。真っただ中だが、あ、なんだ、なんか変だな。はい、セリーグか、23本。うん、はい、まあちょっとパリーグはね、マノッチがね気持ち悪いことやってるからね。また破かれた、奥井だ。おそらくもうそろ30分になってると思います動画は、けどもうちょっとやりたいから撮ります。ゴルフ場行こう。どれが一番レベル上がるのかな、やっぱ新しくゲットしたゴルフシミュレーターな気がするんだけどな。あのち下手だなゴルフ。よっしゃ頑張りますか。セリーグでマイライフするならどの球団でやりたいですか。難しいな、ポジションにもよるけどね。どこだろう、阪神かな、なんとなく。いやわかんない、だからといって阪神でやるとかそういう感じじゃないけど。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズ。結婚には婚約指輪と確か監督に電話をする必要があったと思います。あ、そうなの、自動で電話してくれるのかな。追う展開で迎える。第9投げました、打ちました、バイバッチ。47号か。第9投げました。あ、これであるミッション達成じゃない、マンスリースラッカー。第2球投げました、外角高め外れてボール、バッターよく見ました、カウンター2ボールノースライ、打ちました。バッチ、これはねまだね俺の中ではねいい流し打ちではないよね。あのライン際ギリギリ、あのゲームではフェアって出る感じで、ちょっとドライブ回転がかかってて、サードの頭をピュンって超えるような、その流し打ちが俺の中の最も綺麗な流し打ち。
それが一番好き。1球目ストライクから投げました。打った、これはいい当たりだ。取られるんでさ、クリアペースは噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。点の取り合いですな。第9投げた、ボール。今見逃したいけど、今のがねどうしてもストライクに見えちゃうんだよね。投げた、うわー、打った、引っ張った、一塁牽制、タッチセーフ。第3球外を際どい、ボール、わずかながら外れます。カウンター2ボール1ストライクです。インコース空振りなんだ今のは。俺第5球投げた、あ、はい、すいません、謝ってはいるけどさほど反省はしません。第9初球を打った、1、2塁間への当たり、セカンドから1塁送球、アウト。見事ライオンズを下しました。なんかあれだね、今日ケンスケがヒーロー結構なってんね、頻繁にね。あと西武の試合がどんぐらいあんだ。はい、ホームランバットください、壊れた時のために。くれないんだ。ん？ボールが止まって見えた。なんだこれ、かっこいい。打点を110上げる。ああ、行く行く行くよ。それはいつまでにか、いつまでにかによるよね。はい、いやーすごいですね。お、中田すごい、追いついてこい。はい、どうも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 、マノッチ打ちすぎだよ。そういうコメントがさ、いくつか来てっけどさ、どうすればいいのか分かんないんだよ。難易度も上げてるしさ。ああ、なんだっていやー、なんだってが下手になってきましたな。そうですね、これじゃない、カレンダー三角、西武2試合やって終わりましょうか。なんかキリがいい感じになるんじゃないかな。食事行こうぜ。はい、スーパーセレブコースで。高いな。また今度ね。48万ってすげえな。俺財布の中に48万入ったことねえもんな。マックスでも財布の中に入ったのが13万とかかな、だったかな。もう貧乏だもん。マックスでそれだもん俺。あのパソコン買った時、あの一番最初にパソコン買った時に10万ちょっとのパソコン買ったんだけど、その時に現金払いしたから、その時かな。札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ。今なんて俺家から出ないじゃん。バッターはマノ。自分の財布どこにあるのか知らないもん自分の財布がどこにあるか分かんないもんな。アウトロー、チェンジアップ外れても、ここはよく選びました。投げた、届かないね、届かないね、これは。届くかな、ギリギリ。バッチ。あ、ミッション見るの忘れた。今日うまくやればこの試合でも達成できることはできるな。初球ストライクから、第2球ストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから、もういやー、ストレートで押されると弱いな。2ストライク投げました。変化球ピッチャーの方がやりやすいな。トヨタ今日打率下がってってんだよね俺ね。
なんか結構ホームラン打っているつもりではいるけど、打率は下がってるね今日は。アウトサイド空振り。第3球は合わないよ。第4球を投げました。打った、痛烈な当たり。抜けろ、抜けない、抜けた、よし。ライト交代、ボール走れ。チャンスをものにできるか。ライオンズ内野陣はゲッツー体制。第1球ボール、バッターよく見ました。セカンド牽制球です。ランナー西川中島ってのは嫌だろうね、向こうからすれば。投げました。よっしゃい、これ左中間上がった、大きな打球だ。ナダッチディフェンスポイントだとなんか特別なことやってくれっかな。何もなしだね。あと1本1打点でこれで達成。しかも50号じゃないですか。ナイスホームラン。ミッション達成でしょう。球が止まって見える。どうも。いやー、なんだってが下手になってんだよな。それが気に入らないんだよ俺の中ですげー押していきたかったものなのに。3ホーマー5打点。はい、内野安打取得経験値が上がった。はい、何かアイテムをください。ホームランバットをください。何もくれない。また神主か。なかなかね、神主のミッション中にうまいことホームランが出ないんだよね。休養。いやー、今日も長く撮ってるわ動画これで終わります、この試合で。ちょっと待ってよ、コメントなんかあと2つぐらい読みたいな。1時間スペシャルやってください。多分このままいけばね、いつかなるよ1時間やりたくはないけどな、1時間な。現実でも断れるの分かってても告白しますか。9回戦の模様をお送りしてまいります。ファイターズの先発はまず断られないんじゃないかな。その右の岸以上の両先発。そっか、そういう意味じゃねえ、しないと思う。断られるの分かってて告白しないな、しないわ。通算105本塁打まであと9本としています。まあその手当たり次第とか、まあそういうなんだろう、適当な感じでのことは結構あるけど、真剣にこの女を落としたいとかそういう風な時は確信がない限りは送らないかもしれない。ボール球か。キャッチャー落下点、サードグラウンドで取りました。まあいいんじゃない、最後に岸選手っていうのが。第9投げた、初球から打ってった、ファーストの横、一塁送球、岸取ってアウト。なんとかしなければ。第9膝元外れてボール。投球これから2球目、見送ってストライク。打ってる気しねえな。第3球を投げた、チェンジアップはボール、低め、カウンター2ボール。そのチェンジアップがうまいことハマるしか。投げました、打った、内野ゴロ、セーフなるんじゃないか。一塁へ送る、アウトか。ファイターズ追う展開で、やべえっす、また最後の試合パッとしないかも。初球決まってストライク、
まずは見送りました。集中。第2球インロー際どい球ボール、バッターよく見ました。カウントワンボールワンストライク。インロー、ストレートは外れてボール、カウントはツーボールワンストライク。投げました。あ、打ちました。ダメか。一塁送球アウト。相変わらず最後ダメだな。見事な完投勝利。おめでとう。いや本当すごかったわ。悔しい敗戦。圧巻でした。よし、今回はここで終わりましょうか。順位がこんな感じです。このまま1位キープしていきたいな。優勝したいよな。横浜抜かされた。なんかこのまま落ちてきそうな感じがしなくもないな横浜で。今回は盗塁を見ましょうか。野手ランキング盗塁、違う、こっか、盗塁。あ、この前見たっけ。見たな。いいや、見よう、もう一回見よう。こんな感じです。はい、じゃあギダ見よう。ギダ、ほう、なるほどね。こんな感じです。よし、そんじゃ終わりますか今回は。ここで明日、またなんかやっていこう。やっていこう。はい、ちょっとね、なんだってかな、下手になりすぎてんだよな今日の。なんだってに至ってはな、なんだっての前にああ言ったから終わる。そんじゃまた明日、バイバイ。